メキシカンリーグのメキシコシティレッドデビルズが9日、日本時間10日、LMB、リーガメヒカーナでベースボール、の優勝決定戦でモンテレー・サルタンズに4対2で勝利し、4勝0敗でメキシコ王者に輝いた。最終回は元楽天の安楽智弘投手が締め、胴上げ投手となった。写真、すみませんでした、監督の前で号泣する安楽。 3勝0敗で迎えた第4戦で安楽は4点リードの9回に登板2安打を浴びるなど2点を奪われたものの最後は2試1・3塁のピンチで打者を2匹に打ち取りマウンド付近に歓喜の輪ができたレッドデビルズは優勝決定戦進出をかけたプレーオフではオアハカウォーリアーズに0勝3敗と追い込まれるも4連勝で逆転進出していた 安楽は楽天で通算231試合に登板も、昨年11月に複数の選手がハラスメント行為を球団に訴えたとされており、12月1日に NPB から公示された各球団の契約保留者名簿に記載されなかった。その後、レッドデビルズに入団し、今季は47試合で1勝2敗4セーブ、防御率3.50の成績で南地区優勝に貢献。 救援にも出場したレッドデビルズには昨年 d n a でプレーしたトレバー・バウアー投手も在籍シーズンでは14試合に登板して10勝0敗防御率2.48%。